こんにちは、料理主義です。動画を見ていただきありがとうございます。現在撮影しているのが5月8日で、この前日5月7日に何があったか知っていますか？そうですね。Apple から新型 iPad が発表されましたね。Apple の発表ってなると、皆さん注目されるとは思うんですけども、でも実はこの Apple の発表の裏側に Google から発表があったのを知っているでしょうか？それが多分サムネとかタイトルにもある通りなんですけども、Pixel 8a の登場です。Pixel といったら Google のスマートフォンで、前回の Pixel 7a はコスパ最強スマホと呼ばれるほど人気の機種となりました。なので僕も Pixel 7a を購入したんですけども、そんな Pixel シリーズから新しく Pixel 8a が出ると聞いて、Pixel 8a の情報を確認しに行ったんですが、もう結論から言って2024年のコスパ最強スマホと呼べると僕は思っています。なぜこのように思ったのか、Pixel 8a について詳しくご紹介しながら、また Pixel 8と Pixel 7a との比較も踏まえてご紹介していこうと思います。まずなんですけども、 Pixel シリーズって言ったら、Pixel 8とか、Pixel 7とか、無印と、そのプロモデルっていうのが同時期に発売されて、その半年後ぐらいに、Pixel 7a とか、Pixel 6a とか、今回みたいに Pixel 8a みたいな末尾に A がついたモデルを販売するんですけども、この A のついたモデルって、基本的にその前に登場したモデルの、廉価版なんですよね。なので、今回は Pixel 8の、廉価版に当たるんですけども、でも Pixel 8で新しく登場した機能、今回ご紹介する Pixel 8a にもしっかり引き継いでいます。その中で、注目する機能が2つあるんですけども、まず1つ目は編集マジックですね。以前のシリーズから消しゴムマジックを使うことはできたんですが、編集マジックは背景の変更だったりとか、また被写体の移動、ピンボケを修正、明るさの調整をすることができます。より自由に写真を編集できるようになったんですよね。そして2つ目の機能として、音声消しゴムマジックがあります。 Pixel 8の発表でも大体的に紹介された機能ですが、この音声消しゴムマジック Pixel 8a でも搭載されます。この機能を使うことで、動画とかで撮影した時に風や自動車のエンジン音などが入り込んだとしても消すことができるので、撮影とかで邪魔だなって思った音を消すことができます。こんな Pixel 8の代表的かつ便利な機能を Pixel 8a でも搭載するわけなんですが、こんなに同じ機能を搭載して、じゃあ実際値段はどうなのかっていうところは気になると思います。また2023年コスパ最強スマホの Pixel 7a からどのように変化しているんでしょうか。ここからは Pixel 8、Pixel 8a、Pixel 7a を比較していきたいと思います。それではこちらの画面でご紹介していきます。左から Pixel 8、真ん中が Pixel 8a、 そして一番右が Pixel 7a となっています。まず価格なんですけども、 Pixel 8は112,900円より、そして Pixel 8a は72,600円、そして Pixel 7a は69,300円となっています。で、選べる色に関しては、シリーズによって異なります。そしてサイズなんですけども、微妙には異なるんですが、基本的にそこまで大きな差はありません。で、ディスプレイはこの A シリーズは一緒なんですけども、 Pixel 8だけ、6.2 インチとちょっと大きくなっています。で、ちょくちょく変化はあるんですけども、この中で目立つのが、この Pixel 8と Pixel 8a の最大輝度が1400ニット、ピーク輝度が2000ニットとなっていますね。この点は Pixel 7a よりも優れています。ただしディスプレイの素材自体は Pixel 7a と一緒のようです。リフレッシュレートは最大120となっているので、 Pixel 7a よりかは優れていますね。で、大体このあたりは一緒で、で、バッテリーなんですけども、 Pixel 8よりはちょっと少ないけど、 Pixel 7a よりかはちょっと多くなっていますね。そして急速充電、ワイヤレス充電対応で、ただしPixel 8で搭載されているバッテリーシェアは Pixel 8a では使用することができません。防塵防水機能に関しては Pixel 7a と一緒となっています。そしてメモリとストレージなんですけども、今回この 128GB と 256GB を Pixel 8a は選べるようになっている風にはなっているんですけども、ただちょっと上の方に戻ると、このストレージ選べるのであれば、この 112,900円よりって書いてあるんですよね。ただ Pixel 8a の場合、72,600円となっています。
そして購入ページ見てみると、128GB しかないんですよね。このあたりは記載ミスなのかどうなのか、まあ、ちょっとわかんない状態です。で、まあ、引き続き下の方に行って、まあ、指認証だったり顔認証っていうのは普通にあります。プロセッサーに関しては Google Tensor G3 となっていて、まあ、こちらに関しては 7A よりかは一つ上の段階になっています。そして背面カメラは64メガピクセル。そして手ブレ補正に関してはピクセル8と一緒です。あとこの超解像ズームも最大8倍となっています。ただしピクセル8であった光学2倍ズームは非搭載のようです。そして前面カメラに関しては13メガピクセル。こちらに関しては、まあ、ほとんど、まあ、ピクセル 7A に近い形ですね。で、まあ、下の方に行って、まあ、カメラ機能に関しては一番いい表情に変更できるベストテイク機能があります。そして先ほどご紹介した音声消しゴムマジック。他にもまあいろいろ機能はあるんですけども、マクロフォーカスだったりとか、この空間オーディオがなかったりとかするので、まあ性能面に関しては、まあ若干ピクセル8より劣る部分はあるのかなと思います。まあこれがピクセル8、ピクセル 8A、そしてピクセル 7A との比較になります。まあ先ほどの比較でもわかる通り、ピクセル 8A はピクセル8とピクセル 7A のいいとこ取りをしています。にもかかわらず、ピクセル8よりも4万円安く、ピクセル 7A よりも3000円しか値上げしていません。ピクセル 7A はもともと6万2800円で販売していたので、1万円近く、まあ、値上げしていることにはなるのですが、実はまあ去年から1ドル約20円も円安になっているので、まあ、この価格でもまあすごく頑張っているんですよね。性能や機能を考えると、まあ、これからピクセルスマホを買うのであれば、3000円けじってピクセル 7A を選ぶより、ピクセル 8A を購入する方がいいでしょう。そんなピクセル 8A は5月14日に発売で、ドコモ、au、ソフトバンクでも取り扱うことが発表されています。すでに各キャリア及び Google ストアで予約することができます。ちなみに Google ストアから購入すると2万円分のスタークレジットがもらえます。そしてスマホの下取りで最大3万2800円の払い戻しがあるので、まあ、かなりお得に購入することができます。なので興味のある方は Google ストアのページを覗いてみてください。今回の内容は以上となります。このチャンネルではガジェットに関する情報を発信しておりますので、チャンネル登録していただきますと動画投稿の励みになります。またブログサイトでは YouTube で発信したい内容も投稿しておりますので、ぜひご覧ください。次回の動画でお会いしましょう。それでは。